結婚を焦った結果として嘘つきエネオとその一家に捕まってしまった一致は、離婚するぞと脅されながら毎日暮らしていた。しかし、そのエネオがとんでもないことを言い出したのでとうとう耐えかねた一致は、お望み通り離婚してやると決意し、着々と準備を進めていく。エネオは一体何を言い出したのか？そして、離婚を受け入れた一致の運命やいかに？離婚すると脅して住宅ローン契約を強制する夫と、速攻で離婚してやった結果。離婚を決意したので、ここにご報告します。だからどうしたって感じかもしれないけど、ここに至るまではなかなかどうして色々あった。結婚を焦ったせいで詐欺まがいの男と一緒になるという大失態を犯し、嫁いびり大好きなトメとの同居生活苦節5年。勝手にローンを組んで家を建てられそうになったのをギリセーフで阻止して、一気に離婚にこぎつけた。これ聞いて気になってきた飯うま民の皆様、よかったら読んでってね。なかなか厄介そうな案件だ。飯うまの飯の種だな。エネオ、エネトメ、エネコトメとはかなり難儀な結婚生活と見た。詳しく。では、結婚に至るまでの経緯から。最初の方は私もいろいろやらかして、結果として心から反省してる。私は早くに父親を亡くし、母一人子一人で育った。四畳半ボロアパートでの貧乏暮らし。不幸だと感じたことは一度もないけど。そのような経緯があって、素敵なマイホームで素敵な家族と暮らすのが、人生の目標となった。家を建てるためにはまずはお金が必要だ。そう思って仕事に明け暮れていたらあれよあれよという間に月日が経ち、ふと気がついたらみそじを超えていた。年の割にはかなり出世して貯金は増えたが、夢の半分は素敵な家、もう半分は素敵な家族なのだ。20代と30代では結婚難易度が雲泥の差と聞く。私は内心かなり焦っていた。焦りをこじらせ、とある結婚相談所に登録したのが運の月。初面談早々に30過ぎるとヤバいときっぱり言われてしまい、焦りにますます拍車がかかった。大して美人でもないのにあれこれ理想が高すぎるとか、大して美人でもないのに年収が良すぎて惹かれてるんだとか、今考えたらそれはもう失礼千万だったけど、そんなことも思い当たらないくらいに、あの頃は追い詰められてて、半泣きでとにかく結婚をと泣きついた。とりあえずできるだけ緩めた条件を伝えた。ただし、子供が欲しいこと、家を建てたいこと。この2点だけは、何が何でも譲れない条件だと念押しして伝えた。そしたら、たった2日できったりマッチしたとの連絡。大して美人でもないあなたにこんなチャンスは二度とないと説かれて。速攻で承諾し、次の週末に初デートとなった。年甲斐もなくドキドキしながら相手を待ち、時間になっても来ないなぁと思ってキョロキョロしてたら、一致さんですか？と声をかけられて目を見張った。なんじゃこいつは？結論から言うと、プロフィール嘘だらけだった。29歳って書いてたけど35歳。写真盛りすぎやろ、2枚目ヤサオに見えたけど、実物は3枚目どころか4枚目も危うい。実際のところ顔はそんなに気にしないし、年齢もまあ許容範囲だけど、嘘って時点で評価が倒置です。とはいえ向こうさんも、子供と家が欲しいという考えは同じとのこと。初めに嘘ついたのは引っかかってたけど、せっかく巡り合ったんだからと、OK することを決めた。仮交際の間は良かった。子供は2人欲しいですね。家は2階建てか3階建てどちらにしましょうか。いろいろ話をして、夢が現実味を帯びてきたなと嬉しかった。しかし真剣交際に入り、状況が一転。彼が、両親が心配だから同居したい。と言い出したのだ。夫のところは専業主婦だったトメと定年退職したウトの2人暮らしだ。特に健康に問題あるわけでもないらしいが、長男だから面倒見るのが当たり前だ。だとの主張である。でも、義両親と同居したら、家族のマイホームを建てる話はどうなる？お膳になるわけではないだろうが、少なくともだいぶ先に伸びるのは確実。そんな風に考えて渋ってたら、夫の親を大事にできないと？嫌なら婚約破棄だな、今すぐ相談所に連絡を。と電話を取り出した。わかりました、じゃあさよなら。と言うべきだったんだろう。しかし、即断できなかった私はひとまず保留で場を収め、後から相談所に相談したら、大して美人でもないあなたが今断ったら一生結婚できない。少しの不満くらい目をつむりなさい。って口から唾飛ばして言われた。一生独身生活が悪いとは言わないが、それでも私は結婚したい。それに苦労して育ててくれた母には、早く孫の顔を見せてあげたい。結局私は婚約破棄には踏み込めず、同居を了承して、めでたく成婚大会となった。隅から隅まで見ても、この男と結婚しようと思える部分が一つもないぞ。一致は相当焦っていたんだろうね。
仮にも相談所に登録したんだから、エネオにも結婚願望はあったはず。親の世話がかりにするための嫁探しってわけだ。この相談所大丈夫だったのか、洗脳じみてて悪徳の気配がプンプンだが。よくお分かりで。っていうかわかりますよね、普通は。結婚して義実家に引っ越した後、確認したいことができたから。連絡を取ろうとしてみたところ、電話番号は使われてないって言われるし、ホームページは消え失せてて完全ドローン。でももう結婚報告してしまったし、喜ぶ母にやっぱり辞めるなんて言えやしない。もう後戻りはできなかった。不安でいっぱいな中、一致は義実家での生活を始めた。さて、新婚生活はどんな模様だったのだろうか。結婚してみたら意外と良いことあるかもしれない、なんて望みは早々に打ち砕かれた。夫ととめは、エネオと鬼とめの典型例みたいな人物だった。義実家に引っ越したその日に、俺は仕事が忙しいから、家事はすべて一致がやってくれ。と問答無用で言い渡され、その傍ら傍らで、本当にありがたい。できたお嫁さんで助かるわ。と喜ぶとめ。私も仕事をしていて勤務時間は夫と同じ。なんなら夫よりも帰りが遅くなるくらいだ。内心とめには、家でぐうたらしてんだからそっちメインでもいいくらいだろ。と思ってたんだけどそんなこと言えないので。家事はもちろんやるけど夫さんにも助けてほしいし、お母さん、お父さんにも少しは手伝ってほしい。とやんわり告げたところ。家事は嫁の仕事に決まってるだろ。やらないなら離婚だ。それでもいいのか。そうよ。嫁が家事を全部やるのが当然よ。できないなら離婚してもらうわ。と脅されて結局従ってしまった。その後もとめは日々嫁いびりに余念がなく、夫はすべてお前が悪いの一点張り。少しでも反抗しようものなら、離婚するぞ。もしくは、離婚してもらうわ。が飛び出し、そのうち言葉だけでは飽き足らず、離婚届を振りかざしてくるようになった。すぐにでも出せるんだぞってアピールなのか、証人欄にはきっちり義父母の署名押印付きで、いつでも脅しに使えるように家の底かしこにマグネットで止めてある。食事の準備をするのに冷蔵庫開けるたびに目に入るから、レア感も何もない。夫ととめも面倒になってきたらしく、イラッとしたらしかめっ面して離婚届指さす。それを見たらつい謝ってしまう自分が、心底情けなくて、時には涙が流れた。それでも離婚しなかったのは、離婚をちらつかされるたびに、相談所で言われた。大して美人でもないあなたが今断ったら一生結婚できない。のお言葉がループして恐怖に勝てなかったのと、離婚して母に心配をかけたくない、なんとか早く孫の顔を見せて安心させてあげたい。その強い思いがあったから、子供が欲しいのは義両親、夫、私の中で唯一共通する願いだった。だからこそ結婚してすぐ妊活を始めたが、なかなかうまくいかない。ことあるごとに止めに、孫はまだなの？孫はいつなの？とせっつかれるのもかなりの精神的苦痛だった。そして私はある日聞いてしまった。止めと夫の会話である。ちょっと長いがご了承ください。孫はまだなのかしらね。早くあなたに似た可愛い子供が見たいわ。検査しても問題なかったし、すぐできるよ。でも、顔は期待しないでよ。母親あれだから。そうねえ、あの人に見たらかわいそう。そうだ、もしあっちになら整形させましょ。なるほど、お袋頭良いな。お手伝いって3歳くらいからできるかしら？一致さんったらほんとダメなんだもの。早く家事を覚えて手伝ってもらわないとね。子供の将来のために早いうちから手伝わせないとな、さすがお袋。私も年だから、あと10年もすれば介護がいるでしょ。夫ちゃんの手をラルラわせたくないし、介護人員を増やしておかないとね。なんたることだろうか。奴らは私の高家政府か家政府扱いし、そのうち介護スタッフ扱いする気満々で、下手すると整形まで強制しようとしているのだ。こんなところで子供を産んでしまったら、ゾッとした。背筋が凍るとはこのことだ。マイホームも夢のまた夢だし、母に心配かけるとか言ってる場合じゃない。もうこれは離婚するしかない。こうして、二つの夢を打ち砕かれた一致は、密かに離婚に向けて動き出した。向こうから離婚届出してきてるんだから、それ出したら終わりじゃないの？いや、よくわからないが届け出しても不受理とかいうシステムがあるんだろ？証人欄に義両親の署名ならいいんだろうか。冗談だと言われればそれまでかもしれない。絶対に離婚できる何かが欲しいところだな。高校時代の友人に弁護士になった子がいたので、まずは相談してみた。離婚できる条件と状況を照らし合わせる。夫は浮気してるわけではない。夫は働いて高くはないが収入があるし。
比率としてはだいぶ私に偏ってるが、夫も多少の生活費は出してる。普通に元気そのもので生きてて、何考えてんだこいつって思うことは多々あれど、精神病の類では確実にないだろう。残されるは、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合なのだが、ここになんとか望みがありそうだ。強制的に作らされた家族 LINE の履歴を見ると、トメから私へのダメ出し7割、夫から私へのダメ出し2割、私から皆様への謝罪 0.5 割、その他連絡事項 0.5 割、私の全てを否定する言葉に満ち溢れてて、友人に見せてみると、精神的暴力の証拠に使えるのではないかという。ひとまず該当する履歴をいろいろスクショし、義実家を出る準備を進めつつ、私は離婚のタイミングを見計らうことにした。しかし、一致の決心を揺るがす出来事が起こる。エネオからまさかの提案が湧き出してきた。いよいよ家を買うに向けて動き出そうというのだ。ここのところ毎週末、夫が家を留守にしている。出不精人間なのに、一体何してんだろ。と思ってたらある週末、帰ってきた夫が意気揚々と言い出した。一致、喜べ、いよいよ念願のマイホームを建てるぞ。と、何の前触れもなくいきなりの提案で、そりゃ家買いたいとは言ってたけど、どういう風の吹き回しだと、わけがわからないので詳しく聞いてみると、姉貴のところの夫婦がうちに戻ってくるんだ。だからうちを出て家を建てよう。との話である。私は何も聞かされていなかったが、かねてから嫁と話しててもつまらない、ほったらかしで寂しい、ことめちゃんがいい。ととめがダダをこねてて、同居話が持ち上がってたらしい。こっちだって忙しい中でとめの無駄なおしゃべりに付き合ってたのに。つまらないとは失礼な話だが、これは願ってもない話だ。義実家から出られるなら、生まれる子を守ることもできるだろう。あの時の会話だって、もしかしたら夫はとめに話を合わせてただけなのかな。婚姻継続の望みが繋がったかもしれない。私は喜び勇んで早速部屋から各種資料を持ち出し、どこの物件がいいかを相談しようとした。実はマイホームの夢を捨てきれず、最新のカタログを集め続けていたのだ。しかし夫は一言。そんなもんいらないよ、もう決めてあるから。は?私に何の相談もなく?しかも、自慢げに取り出してきた。予定間取り図がどう見てもおかしい。部屋数めちゃくちゃ多いし。防音室?コレクションルーム?しかもこの間取りはどう見ても。お袋の要望と姉貴の要望、どちらも完璧に満たした最高の家だ。よかったなぁ、一致。お袋?姉貴?頭が真っ白になった。察しはついたが、脳が認めるのを拒否する。しかし認めざるを得ない夫のとどめの一言。二世帯住宅を購入したから、一緒にローンの契約するぞ。やっぱりそうでしたか。夫は家を出るけど、同居解消する気はさらさらなかった。しかもさらに増えて、琴音夫婦を追加する予定なのだ。姉貴の旦那が事業に失敗して無職らしくてな、姉貴も専業主婦だし、ここは弟の俺が。面倒見てやるべきだろ?そうか、じゃあ勝手にしたらいい。だが私を巻き込むな。お母さんたちはまだわかるけど、なんでうちがお姉さんまで?さすがにそんなお金ないよ。と反論したけど。うるさい、逆らったら。と物々しげに冷蔵庫に貼った離婚届を指さす。ため息ついてうつむいたら。わかったらいいんだ。と言い置いてどっか行った。明日になったらどこぞの不動産屋に連れてかれ、ローンの契約手続きをしなければならない。うとめにことめ夫婦も来るらしく、抵抗したら四面楚歌必須。きっと無理やり契約させられてしまうだろう。もういい、もうたくさんだ。即座に冷蔵庫の離婚届、義両親署名押印済み、を剥ぎ取って実家に帰る。離婚を決めたと報告したら、母は、あなたの幸せが一番、好きにしたらよいよ。と言ってくれて、申し訳なさ半分、嬉しさ半分の涙が溢れた。案の定、夫ととめから電話やら LINE やらピロピロ携帯が鳴ってたけど、丸ごと無視。翌早朝に役所に提出してやった。しかし、エネオととめが黙って引っ込むはずはなく、お昼を過ぎた頃、一致の実家のチャイムが鳴った。ピンポンピンポンピンポン。こら出てこい。この歯ぎしらる、出てきなさい。出てこい金出せー。もううるさいのなんの、ご近所から苦情が出なかったのが奇跡だ。扉を開けてみてみると、怒りで顔を真っ赤にした夫にとめ、あとことめ。うととことめ夫は、橋の方で突っ立っている。これ以上騒がれると困るのでとりあえず応接間に通す。嫁のくせに勝手にいなくなるとは何考えてんだ、嫁のくせに無視するなんて生意気だ。さっさと戻ってこい、契約行くぞとラーラー言ってるのを制して。もう関係ありません。離婚届を出したので赤の他人です。どうぞお引き取りください。と告げた。
なんで勝手に離婚してるんだ、バカなことを。そんなものは認めないぞ。そうよ、勝手よ、認めないわ。とわめくので、離婚だって言ってたのはあなたたちですよ。望みが叶ってよかったじゃないですか。って言ったら、そんなの冗談に決まってるだろう。真に受けて離婚届を出すなんてバカらしい。さっさと取り下げてこい。今なら許してあげるわ。さっさと取ってきなさい。と、いかにも呆れたわって顔でため息ついてる。私は本気で離婚するつもりで、取り下げるつもりはないと告げたら、だんだん状況が読めてきたらしい。俺は何も悪いことしてない。離婚なんて絶対にしないからな。と半笑いで気持ち悪い。私は、別室で待機してもらっていた人物を呼ぶことにした。友人の弁護士だ。こうなるのを見越して、うちに来てもらっていた。あなたたちのこれまでの行為から判断して、離婚の要件は十分に満たしています。もし裁判になったら私が一致さんを弁護します。今なら慰謝料なしで済ますと言っていますし、このまま離婚するのが得策だと思いますが、正直言って離婚に必要な条件としてはまだ不安があったが、ここは強気に出ようと、友人と打ち合わせていた。夫もとめも、多分ことめも根は臆病な人間だから、堂々としてれば向こうから退くだろうと賭けに出たわけだ。私の予想は当たっていて、専門家の折り紙付きと知った途端に、三人揃っておどおどビクビクし始めた。お前みたいな大して美人でもない上に性格も悪くて家事もできない女。こっちから願い下げだ。と実に無礼な捨て台詞を残し、終始無言でぼーっとしてたウトとことめ夫を連れて、慌ただしく彼らは帰っていった。その日の夜は三人で祝杯をあげた。人生これからよ。お母さん、応援してるからね。一致のこれからに乾杯。と私を励ましてくれる母と友人の温かさに、また涙が出てきた。以前は気が強い方だったのに、最近は涙もろくていけない。やっぱり辛い元木実家生活でメンタルが削られていたのかな。これからは心機一転、頑張っていきます。心への暴力は気づかないうちに自分を蝕んでいくものだからね。早く気づいて離婚できてよかったね。エネモと夫は結局家をどうしたんだろ。もし続報あったらまた教えてください。いや、一致はもうこの家に関わらない方がいい。連絡してきても反応しないように。だが、エネモと夫のその後は気になるので、もし情報が入れば書きこきぼんぬ。数週間後。ささやかながら続報があるので書き込みます。一つは私のことで、この度めでたく結婚が決まりました。やっぱり温かな家族とマイホームの夢はどうしても捨てきれなくて。傷が癒えたら婚活を再開しようと思っていたところ、母のところにお見合い話が舞い込んできた。会ってみたらすごく良い人で、トントン拍子に話は進み、結婚に至った。夫がぜひ私の母と同居と言ってくれたので、今度こそマイホームのために動き出している。あれこれと相談するのがとても楽しくて幸せです。そしてもう一つは元夫の件について。離婚してから一切合切連絡なかったんだが、突如会社にまで電話がかかってきた。出てみたら相当焦ってる様子で助けてくれと。元夫、詐欺に遭ってた。話を聞いた時におかしいとは思ったんだよね。プランを見てみたらものすごく広い家で、しかも各種設備を取り揃えた超豪華な大盤振る舞い。それにしては価格の方があまりに安かった。あんな価格であんな家を建てられるはずがない。それで、私と離婚して購入の話は頓挫したかと思ってたんだけど、不動産屋に相談したところお金は貸すから家建てましょって説得されて、ならいいや、建ててしまえと考えたアホな元夫は、出された契約書にホイホイ署名してしまった。その数日後、不動産会社はドロンし、しばらくしてちょっとヤバそうな人から連絡が来て、すぐ金返せやと、それはもう法外なお金を請求された。なんとか助けてくれというので、例の友人弁護士を紹介してあげました。友人は本当に有能な弁護士なので、多分なんとかしてくれるんじゃないかと思います。焦るあまり一度は結婚に失敗した一致だが、決意を固めて離婚に踏み切り、今度こそ本当の幸せを手にすることができた。もしもあなたに一致のようなエネオがいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、現在の平均初婚年齢は、男女ともに30歳前後です。みそじを超えてもあまり焦る必要はないでしょう。